もう一つすいません、まだあの自民党のですね石原幹事長が、うん、テレビ番組の中で6日の日なんですが、うん、あの石原新党についてですね、子供から見ると父は利用されているようにしか見えないというふうにあのお話しされたんですが、父から見るとこの発言はどういうふうに言ってるんですか。私は誰にも利用されてません。私の行く道やることは自分で決めます。彼は彼の立場ならね、若いがめちまえって言うんだよ、幹事長なんて。あんな言うわけのわかんない政党にいて損しねえ、本当に かわいそうだと思うよ俺。あいつ言いたいこと言えずに石破みたいにパッとやめちゃって、外で言い方言ったらよっぽど人気が出るわな。とにかくだね、かなり大事な権限をしても全然やらないね、自民党ってのは。